トールボーイトールボーイはイギリスの技術者バーンズ・ウォーリスが第二次世界大戦後期の1944年に堅牢な構築物を破壊する作戦に投入するために開発した重さごとンの大型爆弾のあだ名である小型爆弾では効果がない巨大なコンクリート構築物を貫通し破壊することが目的であったバーンズ・ウォーリスは第二次世界大戦初期に 敵の戦争遂行能力を奪うため、巨大な社会基盤施設と製造工場を破壊できる大きな単体の爆弾を元にした専用爆弾、いわば地震爆弾について検討していた。彼は地震の原理を使った10トン爆弾について論文、数軸国を攻撃する方法に関するノートを発表し、その中で地表で巨大な爆弾を爆発させる。 ことにより地下の構築物を破壊する爆弾を製造できると主張した。しかし当時のイギリス空軍の爆撃機の爆弾搭載能力は限られており、そのような巨大な爆弾を運ぶことはできなかった。彼は地震爆弾の設計を棚上げしてドイツのダム破壊を目的とするバウンシングボムのような別の方法での戦略爆撃作戦に寄与した。当初連合軍は ドイツのダムに対して、魚雷攻撃を行っていたが、ドイツ側は、防戦網を張るという原始的かつ有効な方法で、これを防御した。この網の課題を解決するために、投下された後に水面を飛び跳ねてから爆発するのが、反調爆弾である。イギリス空軍はより創造的な解決策について、開放的な考えを持つようになり、さらに、反調爆弾は、 ウォーリスの構想の効果を土の中ではなく水の中で実証した。イギリス空軍は、例えばトンネルや、橋梁のような巨大な構築物や、大量の広範で守られた、目標、要塞などのコンクリート構築物に対する、新しい爆撃技術を模索していた。その時点ではまだ10トンの爆弾を輸送できる能力は、なく、ウォーリスは、 自身の設計を小型化するために尽力することを決断した。そのうちの一つが決実したものがゴトン爆弾、トールボーイである。トールボーイの設計と製造計画は正式な契約なしでイギリス国防省の職員の一人に提唱されて承諾された。イギリス空軍はビッカースを製造者としていたが、この時点では計画を高く評価していなかった。 この兵器の性能が理解されるとすぐに計画が動き出した。連合軍が第二次世界大戦で使用した大部分の爆弾は作薬を極限まで多くしてさらに爆撃機に乗せやすいように軽くするため外反はとても薄くされていた。これは HE 作薬の特性をよく理解していなかったイギリスの戦争初期の低い設計思想から来るものだった。 外装が破壊されないままで地面や硬い目標を貫徹するためには爆弾の外反は強靭でなければならなかった。そのため、トールボーイでは個々の外装は高張力校で鋳造された。これによって目標に着弾し貫徹した後で爆発することを可能にした。同時に、ウォーリスの空力設計は従来の爆弾よりも優れていた。高高旅から投下することも相まって、 目標にはかなりの高速度で着弾した。最終的な設計では爆弾のフィンはビブから爆弾の中央部分までの長さとなった。また全長6.53メートルに対して外装の長さは3.05メートルとなった。初期の設計では着弾時に斜めになる傾向を持っていた。この対策としてビブが回収された。フィンをひねり、 結果的に爆弾が回りながら落ちるようにされた。これにより、ジャイロ効果が得られ、ピッチングとヨーイングがなくなり、空力と命中精度が改善された。この回収がうまくいったので、開発中には、この爆弾の落下中に、音速突破音がよく観測されたほどである。トールボーイは最適、高度18000フィート、全身速度170マイル毎時で投下されるよう、設計された。 着弾時には750マイル毎時を発揮し、深さ80フィート、差し渡し30メートルのクレーターを作った。また16フィート圧のコンクリートを貫通し得た。トールボーイの重さと爆撃機の飛行時に要求される高高旅は、ランカスター爆撃機の特別回収を必要とした。防弾板と防御用武装は軽量化のために撤去され、爆弾層ドアが改造された。 ここまで改造しても、ランカスターは要求された高度4万フィートに達することができず、実際には2万5千フィートで運用された。トールボーイを運用するために、第617爆撃機中隊ダムバスターズが特別に取り付けられた安定化自動爆撃症準装置サブスの取扱い訓練を受けた。この装置は温度、 風速など多数の修正を加えることによって高い命中精度を得ることができる。しかし、これは目標を正確に識別できた時のみに有効で、当初のミッションがキャンセルされた時、または目標を正確に識別できないか、マーキングができずに失敗した場合には有効ではなかった。爆弾の製造には非常に高い精度が要求され、 必要な資材も効果かつ大量であった。そのため、トールボーイは消耗用とは考えられず、迎撃や天候不順などにより、作戦が中止された場合でも、安全のために海中投棄するようなことはせず、基地に持ち帰られた。トールボーイは、他の手段では破壊することができないと思われる目標に対して用いられた。第二次世界大戦の後期には、 ランカスター爆撃機の可能積載量が改善されたこともあり、さらに大きいグランドスラム爆弾が生産された。ありがとうございます。